はい、皆様、明けましておめでとうございます。えっとね、楽天ポイントモールのゲームセンター、ここの抽選券を1万、1万枚とちょっと貯めました。なので抽選していこうと思います。うん、すっごい時間かかった。はい。1万3、341枚。貯まったので抽選します。はい、抽選。 じゃあ早速やる前にうんとね何が当たるか見ようこれねこれねうんと100枚で1回抽選ができるんだけど1万枚集めると115回できますで当たるのがここはい6等がスコアブースターとかいうよくわかんないやつで5等が1ポイントで1等が1000ポイントです 1000ポイント欲しい。でも1000ポイント出たところでさ、私これも2、30時間かけてるんだよ。抽選券を貯めるのに。だから、これ出たとして時給1円、1円じゃないや、時給10円とか20円とかそういうレベルになっちゃうんだよね。あ、1等が3回くらい出れば3000円だ。よし。じゃあ、じゃあ9時引くよ。はい。 一万枚で、百十五回、くじ引きます。どうだ出るかないっと、いっと、いっとこい。はっちょっと待って。九十八ポイントって何ええっとね、内訳はね、後藤が、 93個で、4等が1本で。ええー、マジではい。115回くじを引いたんだけど、4等が、え、1%以下なんだ。4等出る確率って。マジか、ちょっとショックだわ。はい。 悲しいですもっと一等バンバン出ると思った。うん。じゃあ受け取ろう。はあ。2三3 0時間かけてこれかよ。あそうだそうだ。あのね、こんな何十時間もゴミみたいなことに時間かけてるわけでしょ、私。そうするとね、あれがわくんだよ。こいつは時間余ってるから、いくらでも。 たただだ働きさせていいいんだぞみたいに思う人はい私はボランティア大っ嫌いです本当に大っ嫌いですなのであなたのためにただ働きしないのでごめんなさいああなたのためにじゃないや誰のためにもただ働きしませんはいよろしくお願いしますあああああああえっとねこんなことねまだ誰にもただ働き依頼されてないのにね 言い出すと、自意識過剰じゃねえかって思われるかもしれないっていうか、思われるよね、思われるよね、きっと思われるよね。この女頭おかしいんじゃねえか、自意識過剰じゃねえかって、でもそんなことないから、本当にいるから。だって、ミクシーのサンシャイン牧場にもいたんだよ。周りの人間の時間とか金とかね、いくらでも自分の好きなように使っていいと思ってるやつはいるの。えっ、ー、と、YouTube にもいます。これガチです。本当にガチです。だから私はその人たちに時間を捧げません。 無色なのにごめんなさい。あ、でも、でも、ナチュラルに他人にただ働きさせようとする人たちのこと、私はすごいなと思います。そういう貪欲さがある人は成功すると思います。えっ、ー、と、多分私も見習わなければいけないのだと思います。でも、でも、私がただ働きする側になるのは本当に嫌なんです。はい、なので、ただ働きしません。以上です。皆様、良いお年を。